寝ても大宮、冷めても大宮、キャンプでコンビトーク。はい、ギラバンツ北九州から、期限付き席で加入してきました、後藤選手です。よろしくお願いします。お願いします。ユースまで大宮に在籍していて、久しぶりに大宮に戻ってきましたけども、練習始まって今のところコンディションはどうですか？はい、沖縄という地で暖かい気候でできているのでかなり上がってきています。チームメイトも結構同期の選手が多くて、すんなり溶け込めたかなと思いますけど、はい、そこら辺はどうですか？そうですね、アカデミーの時に一緒にやっていた仲間がいるというのはすごい心強いです。キャラの濃い3人と一緒に、はい、またプレーできると思いますけど、はい、楽しくやってる感じですか？そうですね、もうそのキャラを中学生、高校生と一緒にやってきた仲なので、もう知り尽くしているので慣れています。サポーターから何個か質問が来ているので、はい、ちょっと答えていただきたいと思います。はい、まず、コットの趣味やマイブームはありますかっていうとき、そんな頻繁には行けないですけど、山登りは結構行きます。結構じゃあ高い山とか登ったりとか？年始かは筑波山に登りました。続いて特技はありますか？特技めっちゃ難しい。特にない？特にないです。あー、OKOK。 お手本にしているサッカー選手、それはテアシュテゲンです。あー、バルセロナの。はい。好きな芸能人はいますか？最近ネットフィリックスとかでドラマとか見るんですけど、その都度流されるタイプです。あー、じゃあ流行に合わせて。はい。じゃあ今度はアルディージャのMO 選手からタレコミが入ってまして、もともとジュニアユースに入った時はフォワードでしたけども、はい、次第にサイドバックとかセンターバックとかポジションを下げて、はい、週3の時には気づけばゴールキーパーになってましたって、はい、その経緯というか、その中学3年間に何が起きたのかなと。最初は、ジュニアユースにはフォワードで入らせてもらって、で大宮ルディージャがそのビルドアップを得意としているチームで、やっぱり後ろからのビルドアップの楽しさを感じたから、そのどんどんポジションが下がっていって、でそこで楽しくやらせてもらってたっていうのもあるんですけど、キーパーになったきっかけは、その時トップチームでキーパーコーチやってた方から、フィールドやってる自分を見てやってみたら面白いんじゃないかっていう話をいただいて、でそのジュニアユースの監督コーチからも許可というか、やってみていいんじゃないかっていう風に言っていただいて、始めてみたら、すごい止める楽しさとか、あとはそのキーパーからビルドアップしていく面白さっていうのをすごい感じたので、そこからキーパーに転身しました。結構自分でこうすごく楽しさを覚えてキーパーになったっていう。はい、そうですね。ちょっと話は変わって、背番号44番を選んだ理由は何ですかっていうことで、最初候補をいただいたときに、大きい番号しか空いてなかったっていうのも一つあるんですけど、その中で44を選んだのは、明治大学の先輩である瀬川さんがつけていたというのもあります。その瀬川さんと大学の同期っていうのはどの選手が？山越先輩です。例の山越先輩ですね。山越先輩お願いします。お願いします。よいしょ。ちょっと新体制発表会で、ちょっと誤解を生むというか、さまざまなちょっと憶測を呼ぶような発言がありましたけども、はい、ちょっとじゃあまず山越選手から、はい、いろいろと、その大学っていうのは結構上下関係が厳しかったりとかありますけども、そういった中で、さすがに後輩をね、坊主とかにさせるってことはなかったっていう認識でよろしいですかね？僕個人でやらせたっていうのは違います。それはじゃあそこでまず聞きます。あの時ゴッドがこうあまり否定せずに、なんかこう回を終わらせた感じがあったので、そうですね。次の日に正人からなんかそうなってるよって聞いて、えってなったんで、ちょっと、はい、ここで訂正しておきたいなと思います。じゃあ、メジャー大学ってその寮生活っていうことを聞いてるんですけども、はい、こう1年生か4年生まではこうどんな形でこう部屋割りを組んでるんですか？2年生が2年生だよね、が自分の下を決めるんですよ、例えばコットが大宮ユースじゃないですか、で次の1個下の代に大宮ユースの人とかが入ってきたら、基本的にその先輩が見るって形なんですけど、1つ上の先輩と一緒の部屋に大体その最初はなります、
じゃあコッシーも大学2年の時にはこう高校の後輩とかもし。僕の下は川寺です。じゃあコッシーが選んだ秋をコッシーが選んだってこと。はい、俺が選びました。川寺見る目がありました。その選んだポイントをちょっと教えて。そうですね、まあたまたま高校サッカー選手権やってて、あすげえ左足をキックするなってのもあったし、そうですね、まあポジションも近いってのもあったんで僕は選びました、ね。はい、その記憶があります。はい、じゃあコッシーは将来なんかスカウトとかでちょっと。そうですね、ちょっと見る目あるからなるほど、はい。ゴッドは聞くところによるとこう寮長をやってたした寮長っていうのはどんな存在というか。掃除の管理とか、 あと寮の戸締まりとか。あ基本的にその寮母さんが常にいるわけではないんで、うん、その学生だけで寮を管理するんで、うん、まあ、そこの管理をあの、まあ、後輩と協力しながらやっていくっていう感じです。久しぶりにこう一緒にプレーすることになりましたけど、お互いこう学生時のイメージと久しぶりに会った時のイメージっていうのは、コッシーが正直その1-4じゃないですか、うんうん、で部屋も近かったんで、うん、そのあんまりね喋ることがなかった。正人ともそうですし、そんななくて逆に今のがちょっと喋ってるぐらい。そうですね、僕から見た山くんはやっぱもう全日本とか入ってたし、もうバリバリ頼れる先輩で、で今も変わらず来いと思ってた正直ヤマくんがめっちゃ優しかったです。じゃあもう優しいヤマコシ先輩は絶対に人を坊主にさせるようなことはしないっていうところで。そうですね失礼します。キャンプでしっかり、コンディションを整えて、いいサッカー、勝てるサッカーをができるように、しっかり、準備していくので、楽しみに開幕を待っていてください。一試合でも多く試合に出場して、まあ、キーパーとして責任感のあるプレーで、チームを勝たせられるように、この沖縄キャンプからしっかりと、チームとしても個人としても作り上げていくので、応援よろしくお願いします。はい、じゃあ本日は山越選手と後藤選手にお越しいただきました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。YouTube チャンネルの登録もよろしくお願いします。